王勢光残りの一族などに破りをせろ。人間の絆に負けたのか。あの戦いはとっくに思い出に変わったけど、かけがえのない星、俺たちの故郷をそう呼び、幾多の脅威から守り抜いてくれたウルトラマン、今地球にはいない。だが再生怪獣サラマンドラです。隊長、この一月妙に多いですよね、怪獣の出現。ああ、理由でもあるんでしょうか。さあな、そんなこと怪獣に聞いてくれ。ガンフェニックス、バーナーオン。ガンブースター、バーナーオン。サラマンドラ確認、ヘッドオン。ガンフェニックス、スプリント。いい加減なれろ、初めての実戦じゃないんだぞ。はい。ガンブースター。はい。奴の弱点は首にある酵素分泌器官だ、そこを狙うぞ。 GIG 突入します。リングレットブラスター。酵素分泌器官活動を停止。これでサラマンドラが再生することはありません。さすがだな、相原隊長。春崎。はい。あとは任せよ僕に。なんだ、自信ないのか。 GIG メテオール解禁。パーミッション通信と何言えば。パーミッション is granted。ファイナルウォール。ブリンガーパン、ターンオン。スペシウム弾頭弾、ファイヤー。やったー。ガンウィンガーに乗ってるのは春崎かなた。適正試験トップで入隊した新クルーです。やっしゃー、やった、やりましたよ。見ましたか。地球は俺たちの手でちゃんと守ってるぜ。見てくれてるかよ、未来。隊長、隊長がいつもぶら下げてるその汚いのは何ですか。これか。これはな、俺のお守りだ。お守り。こいつと一緒ならどんなに辛くても危なくても必ず道が開けてくる。俺にとっての守り神だ。
へえ、俺もそいつにあやかりたいですね。ところでどうだった、フォーメーションヤマトは。噂ほどきつくなかったですよ。余裕しゃくしゃくですね。どこが。でもこれで夢が叶いました。夢が叶った。春崎、お前の。相原隊長、東京警地区にレジストコードノベルガーの出現が確認されました。ノベルガー、あの円盤生物か。直ちに殲滅に向かう。中部低地区には向かってんだが、東京ビーチ区にはケルビムが現れました。何が起きてるんだ。ガンローダーはケルビム殲滅、ガンブースターはロベルガー殲滅に急行。 GIG 俺たちはムカデンダー大使だ。 GIG 怪獣の同時多発。このところやたら怪獣が現れるのと何か関係があるのですか、里見総監。ウィングレットブラスター。ムカデンダー殲滅に成功。これより東京警地区に向かいます。前方に浮遊物体を確認。確かか。何も。確かです。十字の方向から急速接近中。十字だな。この緊急時にガンウィンガーは。まさか墜落でもしたんじゃ。え、いえ、ビーコンは発信され続けています。じゃあガンウィンガーは健在なんですね。どこなんだここは。この雲、間違いない。俺たちがいるのはエンペラー星人の宇宙船の中。どういう意味ですか。かつてエンペラー星人が暗い炎を上げる球体をまとって地球に飛来したのは誤曲ですよね。あれこそエンペラー星人の宇宙船だったんです。レジストコード、ダークネスフィア。こんなものがどうして今まで。エンペラ星人に乗り捨てられ地球の周回軌道を巡っていたのが、何らかの理由で再起動を果たし観測可能になったと考えられています。しかも初めて観測されたのはほぼ1ヶ月前。1ヶ月前といえば、怪獣の出現が集中し始めた時期と一致します。こちらガンブースター、東京警地区に到着。ロベルガー殲滅に当たります。ガンローダー、東京 B 地区に到着。ケルビンの殲滅開始します。また怪獣か。いいえ、ダークネスフィアが高度を下げています。このままでは地表へ激突します。え、激突したらどうなるんだ。ダークネスフィアの質量次第じゃないでしょうか。この程度の大きさなら大したことないやな。いいえ、ダークネスフィアに我々の知る物理法則は通用しません。え、外からは直径50メートルの球体としか観測されませんが、あれには地球環境を激変させ、人類文明を滅ぼすには十分以上の質量があります。人類文明を滅ぼすのに十分。地上から攻撃することはできないんですか。
今の我々には仮にあったとしてもあの中には竜たちが。だがビーコンを頼ればきっと見つかる。待ってくださいよ。宇宙船が動いてるってことはエンペラー星人が生きてるってことですか？いや、あの時確かにエンペラー星人は。なんだ、どうした？下です、下からの攻撃です。可能でも脱出できる証はないんですよ。入れるんだ、出られないはずはない。総監はここに残るべきです。相原隊長だけじゃなく総監にまで万一のことがあったら、ガイズは、地球はどうなるんですか？未来が地球を去ってから竜はたった一人で神聖クルーを鍛え上げてきた。その中で育んだ絆と信頼がこの星を守る一番の力だと信じて、地球は我々人類の手で守る。どんな困難もどんなピンチも今のチームは乗り越えることができた。その竜が今助けを求めてるんだ。私は彼の期待と信頼を裏切るわけにはいかない。そう思っているのはあなた一人ではありません、迫水総監。ですがここは三崎女子の言う通り残るべきです。しかし、たまには年寄りの言うことを聞きなさい。絆と信頼が一番の力なら、その力で結ばれた仲間たちのことを今一度信ずるべきです。仲間？言ったはずです、総監一人ではないって。みんな帰ってきてくれました。共に戦って泣いて笑った仲間たちが。やばいんでしょ？ちょうど日本に遠征中だったからよかったものの、今リュウさんたちを助けられるのは俺たちの翼だけなんですよね。私たち行きます。みんな、たとえ離れ離れになっていても彼らの絆が消えたわけじゃない。ガンフェニックスへの搭乗許可は私が出した。鳥山さん、その制服を着ている以上今は私の方が立場が上ですぞ。そうか、サコミス隊長。逃げて助けを待て。
諦めろな。俺はそいつが一番苦手なんだよ。春崎、お前は生きろ。生きて必ずこいつを倒せ。行け。光、私は今この甲冑の中に囚われている。よく聞け。この世界では我らの光線は無力化され、武器を奪ってこいつを撃て。だが君はどうなる。急げ、時間がない。メビウス、thank you.
あなたは。僕は逃げてしまったんです。僕は隊長を助けられなかった。僕が隊長を殺してしまったんです。ウルトラマンメビウスガイデン、アーマードダークネス、ステージ2、不滅の魔外装。